夏場。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今から寝るって方いらっしゃいましたら、おやすみなさい。夏芝です。今回も FIFA 23のキャリアモードの方をやっていこうと思います。まずはじめに、こちらのチャンネルでは、サッカーゲームの実況動画を中心に動画投稿を行っております。よろしければ、高評価ボタンやチャンネル登録して応援してくださると嬉しいです。ほぼ毎日 Twitch にて配信しています。Apex やマリオカートなどいろんなゲームで遊んでますので、よろしければ概要欄から遊びに来てください。ということでね、早速、キャリアモード続きやっていきたいんですが、前回まさかのスタメンを外された試合で終わってしまうというプレミアリーグの初戦、なんとも悲しい終わりを迎えた回だったんですが、今回の動画ではね、こちらプレミアリーグのリーグ戦チェルシーホームで戦った後に、我らのリバプールのレジェンドジェラード監督率いるアストンビラと戦いますと、で3試合目にこちらブレントフォードと戦うというところまでやっていこうと思います。でね、見てください、チャンピオンズリーグがここ始まるのよ。こちらね、アヤックスとの試合がグループステージ初戦ということで、本日行う3試合でスタメン入りを目指して頑張っていきたいなと思っております。まずはね、ちょっと試合に出てアピールさせていただくことが大事かなと思いますので、しっかりね、試合で頑張っていきたいと思います。チームとしては何としてでも勝つ、リーグ戦首位キープを目指して頑張っていきたいと思います。ということで、1試合目のチェルシー戦行く前にですね、ちょっとお金が5万3000円貯まってますので、こちらのアクティビティちょっと振り分けていきたいと思います。待って、新しいのが増えてる。前回まではさ、ショッピングと投資しかなかったんだけど、意思決定っていうのが来てて、クラブのレジェンドの本を読む。チェルシーの次の試合、ジェラードだからね、ちょっとこれは、ここで出てくるの運命なんじゃないかって感じちゃうんだけど、これちょっとやってみようかなと思います。ストイックポイントと献身的ポイントが30と10ずつもらえるということで、アクティビティ完了。おー、こうやってもらえるんだね。へー、お金とか使わなくてもこうやってもらえるんだ。めちゃくちゃいいね、これは。で、今回はちょっと投資の方やってみようかなと思ってて、どうしようかな、ちょっとリスクとか期間とかいろいろあるんだけど、まあ、この辺は使えないから、e スポーツチームかスマホアプリどちらかになるんですが、まあ、どっちも一緒かな、資金一緒だし、推定収益も一緒ということで、じゃあ e スポーツチームやってみようと思います。5万1000円。かなり高額です。残り30日、30日後に結果が分かるって感じかな。いやー、儲かるといいですね。儲かってほしい。ぜひとも資金大事ですからってことで、あと1個だけスキルポイントが3ありますので、こちら振り分けていきたいと思います。はい、ってことで、シュートとね、ドリブルのところにちょっと2と1ずつ入れてみました。私の今のレートが73ということで、もっともっと上げていきたいね。はい、ということで、早速チェルシー戦やっていきたいと思います。プレミアリーグ、ここは勝ちたい。うわ、カンテとファンダイクおるやん、最高だね。私出れる、やった。待って、でも0-1で負けてるじゃん。78分、ルイス・ディアスの交代、ジアスが入れとる。なるほどなるほど、あんまり良くないね。頑張っていきましょう、芝として対戦。いやー、ちょっと怖いな、これホームですからね。さあ、ルイス・ディアスと交代しの、ここの目標大事に、マッチレート 6.5 以上、枠内シュート1回放つ。 OKOK、 決定率を 50% 以上にする。はい。頑張ろう。とりあえずシュート打てって感じだよね。アーノルドからクロスが来るか？でも私クロスなぁ。いやぁ、ちっちゃいんだよなぁ。かなりちっちゃいんですね。体も強くないからなぁ。ここいただいて、何をしてる？オフサイドに警戒すべきだった。いやぁ、ちょっとこれ取らないと。いや、焦るな、この試合。ください。いいよ。いや、パス弱っ。パス減った。ちょっと待って、落ちちゃう。待って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 。せっかくクロップ出してくれてるから。活躍しないと。シルベルやめて。ナイスナイスナイス。アリソン神。来た。来た。来た。あ。いや。なんだそのシュート。でも、ある。あるよ、ある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 、ないかー。ラワった、負けたー。いやー、やってしまった。評価もだだ低いよこれ。どうしましょう、この表情だよなー。そりゃ、うん、
ごめんな、柴田。6.0。マクダンシュートでも2だね。これ、メンディー触らんかったら入ったんかな。惜しかったんだな。まあまあまあ、負けですね。-15。厳しいね。なかなか難しい。あ、これでどうなっちゃった？順位。うわぁ。ないか。しかも、チェルシー上に行っちゃったな。今1位が。マンチェスターユナイテッドか。なるほど。次戦うね、アストンビラが17位ということで、これは絶対勝ちたいね、ここは。はい、ということでね、次のアストンビラ戦に向けてトレーニングやっていきたいと思います。終わるまで、カット。はい、ということでトレーニング終わりまして、シュートにね、若干振りましたという感じでやっていきたいと思います。アストンビラ戦、頑張っていきましょう。また負けたんかい。しかも80分か。ゴメスとの交代。RB! なるほど。RB で入っとったか、次。頑張るか。ちょっといろいろとね、クロップが試してくれていると信じて頑張りましょう。ジョー・ゴメスとの交代。ハイタッチからの、6.5、タックル1回。いけるかな？体弱いんだよな。あ、でも、ある。いやー、マジかー、最悪だ。やばい、これ。頼むよ。いや、マジでー。いやー、ガチかー。これはまずいねー。やばい。みんなで、嘘！マジで？クロスもなー、打たないと。お、いいよ。ナイスー！素晴らしい！ヘンダーソン。行こう。あるよ。ナイス。戻すか。ください。いや、ガチか。上がれ。前。よ。神。いやー、ナイスなー。いや、ナイスキーやなー。マジか、アリソン出てきてやる。よ、ありまくる。アリソン戻ってくれ。やばい、私これ何やってる。やばい。頼む、ナイス。ください。オッケー。まあ、ないのかよ、ないか。マジで？これちょっとさ、あの2点なんかあったら引き分けじゃん。マジか、ちょっとし。しまった。逆境すぎる。やばい。なんで0121やねん。しかも RB の方がさ、レート高いしね、評価。どうしよう。あ、でも15位。RB 企業になっちゃうって。なるほど。OK。まあ上がったからいいでしょう。はい、ということでトレーニング終わりました。一応ね、クロップからの信頼めちゃくちゃ高くはなったんだけど、待って、移籍、あ、そうか、移籍期間だから、とりあえず1時間進めてみます。はい。いろんな人が、移籍している、ロドリゴがシティに行ったり、マグワイアがオリンピックリオン。なるほどね。行ったり、どんどん移籍していってます。はい、ということで移籍期間が終わりました。多分めちゃめちゃカットしてたと思うんだけど、チャンピオンズリーグ初戦の前の試合やっていきたいと思います。レッツゴー！進めるからの10日になりまして、こちらですね。ブレントフォードと戦っていきたいと思います。順位がブレントフォードの方が上なんだね。私たちが11で、今ブレントフォードが10位という感じで、やっていきましょう！頼むよ！の、63分！嬉しい！やった！11で63分か！まあ、まだある。RW で出してくれた。嬉しいですね。やっていきましょう。サラーと交代か。OK です。お相手さん、イエローカードを1枚もらってるということで、決めたいね。ちょっと目標をしっかりと成功させていきたいところ。芝とサラーハイタッチ。サラーあとは任せろ。6.5。ゴールアシスト1回以上。1ゴールをアシストする。あ、じゃあアシストしたらめちゃくちゃいいじゃん。アシストしましょう。頑張るよ。頑張ろう、みんな。勝つよ、ここ。ナイス。うわ、決めた。ヌニエス。うわ、決めましたね、ヌニエス。さすがー。あのシュートすごい。ヌニエスとジョータが交代になりました。なんだそれ。でも。いや、きつ。来た。うーわ、マジか。うわ、もったいな。確実。
私だった。ちっちゃ私。いや、めちゃくちゃオフ。何を考えてる、何考えて、あ、来たー、マジで。ナイス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 、よし、決めた。でかい。いや、素晴らしい。いや、うまっ、うまっ。アシスト左あったかな、オフなかったかもしれないけど、まあ、いいんじゃない。1個達成じゃん。しかも評価も8までいったよ。あともう1個アシストすれば、これ大チャンス。みんな取ってくれ、取って、私にボールを回すんだ。ナイス。足遅すぎ。ナイス。うわー、ずれた。来たのでは、これ、来たのでは、来たのでは、来たのでは。ちょっといいねー、あげフィファしとる、フィファフィファしとるわ。いや、めちゃくちゃいいじゃん。皆さん、皆さん、この1個前のパス、夏芝です。いや、あれアシストならんかな。いいよ。これアシスト大チャンス。アシスト大チャンスです。アセンシオ？ちょっと待って。来た！打って！いやー、惜しい！いやー、ないかー。え、でもめちゃくちゃ良くない？頼む！クロップ！あのゴールがでかすぎた。評価 8.5 じゃん。一番高いよ。え、てか待って。私さ、今気づいたんだけどさ、リバプールにアセンシオいるんだが。なんで？いつ来たんだろう。あれ、前回なかったよね。まあ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 、いいんじゃない。うわーお。まあ、そうねー。アシストすれば、ここは25だったのかな、多分。いや、これ。かわいい。かわいい。8.5 だからね、評価が。きっと !CL。あ、うわー、これ今音楽流れてないと思うんだけど、配信用でね、音消してたからあそこ流れなかったかもしれないんだけど、わかんない。流れるかどうかもわかんないんだけど、CL のアンセム流れてたかもしれないね。流れてたらやばくない？鳥肌立ったわ。はい、ということで今回はこの辺にしときたいと思います。一番最後の試合、どちゃどちゃ熱かったね。次の動画では CL 初戦アヤックスと戦った後に、ここですよ、トッテナム。プレミアリーグトッテナムと戦いまして、最後にね、こちらのね、カラバオカップフラムと戦うっていう動画になると思います。ここもね、シティとかトッテナムとか激アツ試合めちゃくちゃあるから、 CL 初戦もめちゃくちゃ熱いんで、次の動画もお楽しみにしててください。見て、新たなヒーロー柴が見出しを独占ということで、嬉しいね、ここに名前が載ると。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。夏柴でした。柴田夏樹 CL 優勝までの道、シャープ3でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントなどして盛り上げていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバイ。